こんにちは、みくるまなです。みかなです。そして今回はゲストの方に来ていただきました、 T 先生です。はい、です。ようこそ、まかなんちへ。ありがとうございます。ありがとうございます。T 先生、だから現役の保育士さんでありながら YouTube だったり Twitter だったり本を出されたりとか、すっごいいろいろお忙しいですよね。いやもう本当日本一暇な保育士なんです。絶対違います。忙しいと、はい、保育士さんっていうだけでお忙しいのに、もともと私はかなからいい YouTube あるよみたいな感じでリンクを送ってもらって自分のそのやっぱ子供のことで悩んだ時に、あどうしよう誰か助けてってこう YouTube を探してた時に先生のでいろいろ解決したことがいっぱいありまして、嬉しい。で今回はですね、前半1本目がベビー編、はい、後半はカナのキッズ編、お悩みに答えていただけたらなと思うんですけれども、大丈夫です。あとなんか事前に質問いただいてたみたいなんですけど、僕普段からそういうの見ないようにしてるんです。質問を先にもらっちゃうと一般的な回答になっちゃうことが多いんです。はすごいですね、タイミングが私たちの YouTube 見てくださってる方も同じママの方もすごく多くて、うん、で皆さんを代表していろいろ聞けたらなと思うので、うん、まずうちの子の話なんですけど、はい、最近の一番の悩みが離乳食を食べなくなっちゃったんですよ、はい、もう離乳食なんかじゃなくて早くあのミルクをくれっていうモードになるし、でもお腹空いてなかったらきっと食べないだろうし、はい、なんかそのタイミングの見つけ方もすごく難しいなと思ってて、でもミルクからその離乳食とか、まあ、食事への移行っていうのはあまり意識しすぎなくても自然と移行できるものなので、うん、とりあえずお腹空くまで待ってあげるっていうのがいいんじゃないかなとは思います。その食べ物そのものにそもそも興味はないんですか？興味がないことはないと思うんですけど、うん、食事以上に何かに対して興味がある場合には意識がどうしてもそっちに向いちゃいますよね。例えばさっきまで遊んでいたあのおもちゃがめちゃめちゃ面白かったと思ってると、どうしてもそっちへの意識が残っているので、ご飯への意識がなかなか進まないとかはありますね。あと、まあ、今までは食べていたけど、まあ、最近食べなくなったっていうと、なんと味覚的なものも発達が1歳ぐらいからやっぱ目安です。好き嫌い出てきてるみたいな。そうです、そうです。だから今まではなんか特に何も感じず、あーんってされたらパクって食べていたのが、なんかこの食感嫌だな、なるほど、なんかこの味嫌だなっていうのがあるので、例えばもうちょっと違う味付けにしてとか、あとはお子さんが噛んでて楽しくなるようなゴロッとした感じ、まあ、もちろんそのつまらない程度にですね、ゴロッとしてなんかあんまあんまするのがなんか楽しいって思えるような食感の切り方とかにすると、それを一回口に入れた時にあの子いつもと違う、あの子美味しいじゃんってなると、意識がそっちじゃなくて食べ物の方に向かうかなっていう気はします。なるほど。あと食べる位置とかもちょっとお伺いしてみたいんですけど、はい、バンボは今日もうバンボをやめてどうやってんの？最近はここに座ってる、座ってる娘がいる、こうやってあげている。でもだんだんもうここでじっとしてるの嫌になる、立ってソファーの手すりに持っている、そのままあげたりもする、もしくは逃げ出してテーブルのところにこうなったり、それを追いかけてあげるっていうことが正直起こってます。なるほど。であれば正面がいいと思います。正面、マナさんがお子さんの正面こういう状態、対面状態で上げる方がいいと思います。なんでかっていうと、ちっちゃい子たちって特にママとか、まあ、パパみたいな人が好きなわけですよね。だから目の前に何も自分の好きなものとか関心事がなければ、まあ、いろんな男を見ますよね。見て自分の関心があるものを探し続けますよね。だから、まあ、こうやってあーってされても、まあ、それ以上に魅力的なものを探すから、なんかポケッとしながら食べてるってこともあるんですけど、目の前に大好きなママがいれば、多分ママの顔を見たりとか、ここに子供が座ってて、まだ斜めとかこうやと、ここの楽しいものがもう気になっちゃってるってことですね。あかんって分かってるけど、もう極限に離乳食食べてくれへんって追い詰められた私は、ソファーに座ってます、ソファーの前にはテレビがあります、テレビつけたらテレビ見ますでそこにいてくれます、口をこうやってテレビ見たまま、まあ、それで食べるっていうことがあるんですけど、それは絶対ダメですねそうですね、まず言いたいのは今まですごい嘘ついてましたねこれはあかんって分かってるから、どうしようもないと聞いてどんどんなんか出てくるけど、違う、毎回じゃないね。ダメかダメじゃないかで言うと、ダメじゃないと思います。
いや、なんでかっていうと子育て全般に言えることなんですけど、例えばそうやってテレビをつけてない状態で子供に食事に集中してほしいっていうのは、まあ、すごくいいことだと思いますし、それが理想だと思います、うん、ただじゃあそれが家族全体の幸せなのかって言ったらそうじゃないですよね。つまりそのお子さんの成長発達にとってはいいかもしれないけど、じゃあ実際それをマナさんやカナさんが頑張ることによってストレスがかかりますよね。大変だなって思いながらしなきゃいけないご飯になりますよね、うん、そしたらその雰囲気ってやっぱりお子さんに伝わると思うんですよね。そしたらもうお子さんって結果テレビはついてて食事食べてるけど楽しい時間ではないというか、だから、まあ、子供のことのみを考えるんじゃなくて家庭全体の、まあ、それはパートナーの方も含めて、うん、全体の幸せがどうかなって考えた時に、もう別にテレビつけてそれでマナさんやカナさんが少しでも楽になって心の ゆとりみたいなものが作れるんだったら悪くないんじゃないかなってことです、ね、はあ。でもそれに依存というか、もう逆にテレビついてないともう絶対に食べないまで行っちゃうのがこう多分怖いから続けたくないみたいなのがあるじゃないですか。そう、なんとなく、しかもダメだなと思うのはやっぱりテレビ見てるときはもうご飯なんて一切見てないで口だけで食べてるわけよ。それがあかんなと思うわけよ。だから気楽に、いや、そうですね、確かにいただいた質問に対して回答するならこういう回答になるんですけど、うん、かなさんおっしゃるように気にしなくていいと思います。そんな無理して食べさせよう食べさせようと思わなくてもそのうち食べるようになるんで真面目に悩んでいらっしゃるママがいるから泣いてるのも私だけじゃないはず。大丈夫です、ありがとうございます、はい、テレビについてなんですけど、はい、テレビって見せていいのかあんまり見せない方がいいのかどう思いますか？見せていいと思います。へ、まあ、それは何でかっていうと、さっきちょろっとお話ししたその家族の全体の幸せのバランスでいうと、うんうんうん、どうしてもその今はテレビ見ててほしいっていうタイミングがあるじゃないですか、うん、そういうのはどんどん通っていいんじゃないか。でただその視力みたいな話のところと、まあ、最近よく言われているのがテレビとかスマートフォンとかタブレットもそうなんですけど、視聴時間じゃなくて距離だって言われてるんですよ。それは4時間5時間ずっと見っぱなしっていうのはいろいろありますけど、距離さえきちんと取れていればある程度その目に対する負担っていうのは少ないっていうふうに言われているので、それこそ今うちももうすぐ1歳なんですけど、テレビにをつけるとかじりついて見ちゃうんですよ、はい、興味があればあるほどそれをこう触ったりして、でも私から見たら話したいなと思いつつ多分本人は触りたいんだろうなっていう、なんかその本人の好奇心も大事にしたいなっていう気持ちがあるから、どれぐらいこうもう離れなさいって話した方がいいのか、多少ぐらいはくっついてるのをほっといてもいいものなのか、どうしたらいいんだろうっていうのはいつも迷います。なるほど、それは確かに迷うところですね。好奇心って別にテレビだけじゃないですよね、満たせるものって。だから仮にじゃあテレビ近いからねって言って剥がしたからといって、じゃあお子さんのその好奇心が下がったりとか、うん、興味関心が薄くなるような性格になるかって言ったらそんなことはないですよね、うん、目の健康みたいなところを考えるのであれば、まあ、近づいたら離れるっていうふうにした方がいいと思います。これもその近づいたらテレビ消すぐらいの感じでもいい。近づいたら消えるんだっていうのをインプットするっていう意味でもいいかもね、はい、なるほど。もっといいのはできればここから先はダメってちゃんと視覚的に分かった方がいいですね。あ、もう線引いちゃうみたいな、はい、近いよっていうのは大人の感覚ですよね、うん、しかも近いよっていうのは人それぞれ感覚も違うじゃないですか、うん、だからそういう言葉でどうのこうのっていうよりはもう視覚でここよりみたいな感じで、あ、はい、あとは例えばですけどお子さんにとって居心地の良い何かその座れるものとか、うん、ふかふかしたものとかを適正な距離のところに用意しておくっていうのもいいと思います。僕たちで言うと人をダメにするソファーとかクッションとかありますよね。それがそこに置いてあったら多分他に何もなければそこに多分行くんだと思うんですよ。そこでテレビを見るんだと思うんですけど、それは居心地がいいから、そういうお子さんにとってふかふかしたクッションとかを用意してあげるのもいいと思います。スキンシップの中からそれを伝えたいっていうことであれば、マナさんのお膝の上にお子さんを乗せた状態でここでテレビを見るっていうことを繰り返し繰り返しやっていくと、お子さんとしてはここがこの距離がなんか居心地がいいっていう、まあ、認識に進んでいくじゃないですか。なので、まあ、そういう感じで教えてあげるとかでもいいかなと。だって興味あるからってそれをずっと見させていいのか、親としてはいろんなものにもうちょっと触れさせたいって言って見せた方がいいのか、どうですか？はい、結論を言うと一つのものでいいです。どうしたぜなんでか
かっていうと、例えばじゃあ電車が好きっていうお子さんの場合って、結構親御さんたちってみんな同じようになんか電車のこと以外にも興味を持ってほしいって思って、なんかお花の図鑑持ってってみたり、虫の図鑑持ってってみたり、いろんなことすると思うんですけど、まあ別にそれが悪いことではないと思います。ただやっぱりその集中力とか、何かその一つのものに対してやり抜く力みたいな、まあそれ最近だとグリッドっていう言い方をするんですけど、そういったものを育てるって考えた時には、やっぱり一つのものにのめり込んでる方がいいわけですよね。で、大人にしてみればなんか毎回同じ動画っていう風に見えるかもしれませんけど、でも子供にとってはその毎回同じっていうのが安心感につながっていたりとか、同じものを繰り返しするけれども、でも毎回その新しい何かを発見していたりするんですよね。なんかそういえばこの画面って後ろの方にお花があるなっていうのは10回目くらいで気づくかもしれないし、それはそれでお子さんにとって新しい発見になっているわけですよ。だからまあその集中力を養いたいとか、必ずそれが原因になっているわけではないんですけど、うちの子は全然集中力がないんですっていうお父さんお母さんたちって、大体そうやって子供が一生懸命やってるものをまあちょっと邪魔して、あっちはどうこっちはどうってやっちゃうと、当然長く一つのものに集中するっていう習慣がないわけですから、やっちゃうかもまあできればですけどね。とにかくじっとするのが今も嫌 で、特に仰向けにさせられるのがうちの子すごく嫌で、おむつ替えとかの時も仰向けでおむつを替えたいけども、一瞬でぐるっと回ってもう進みたい、立ち上がりたいってなっちゃって、でそれおしっこの時ならいいけど、うんちの時もそうで、一瞬でゴロ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 して動き回って、本当に毎回もう戦いのような感じになってるんですけど、保育園でもおむつ替えたりすることあると思うんですけど、ちょっとこう落ち着いてくれる裏技みたいなのありますか？なるほど。そもそも寝返りを打ったりできるのは手がフリーだからですよね。おお、確かに。だから物を持ってれば多分こうやって無理やり立とうとかってできないわけですよ。だからお子さんが興味持ちそうな別におもちゃでもいいですし、何かその手に持つものっていうのを持たせてあげた状態で変えれば、まあ、多分打てないですよね、離さない限り。へえ。まあ、でもそれでも立ちたいってなる時ってあると思うんですよ、まあ、それを離して、だから離したくないものを今度はすればいいわけですよね。本当、例えばですよ、普段は触ってほしくないものってあると思うんですよ。テレビのリモコンとか携帯とかそれはあの人それぞれの価値観にお任せするんですけど、テレビのリモコン普段は触ってほしくない、でもおむつの時は触らせてもらえるだったら特別な触ってますよね。その間は下は自由なわけじゃないですか、自由に多分拭けますよね、っていうのが、まあ、まずはいいんじゃないかなと思います。娘がすごく好奇心が旺盛で、もうなんかいつもこうキョロキョロして何がないかなってこう探してて、で好奇心旺盛なのってすごくいいことだなと思っていて、なので家でも基本的にそれは触っちゃダメとかそこ行っちゃダメっていうことを言いたくなくて、触っちゃダメなものとか危険なものは娘の手の届かないところに置いて、もう何でも触ったり見たり、のびのびその娘の好奇心を伸ばしてあげたいと思ってるんですけど、この考え方とかやり方って何歳までそれでいいんだろうっていう、それを1歳過ぎてもずっとやってたら、そのうちただのわがままな好き勝手なしつけもなってない子になっちゃうんじゃないかなと思って、でちょうどもうすぐ1歳になるっていうこともあるので、どっかからやっぱりこれはダメだよとかって言わなきゃいけないのかなっていうのが疑問です。なるほど。目安で言うと1歳半です。1歳半ぐらい。でこれなんでかっていうと、いろんな研究があって、一つご紹介すると、例えばじゃあこれがおもちゃだとします。このおもちゃが入ってるやつ、だいたい3歳ぐらいまでのお子さんたちを集めて、その子たちに向かってこのおもちゃに触ったらいけないよってルールの説明をするんですよ。でこれ触ったらいけないよって言った人がその後そのお部屋からいなくなります。そしたらまあお分かりの通り全員触るわけですよ。でその後が面白くって、その人が帰ってくるわけですよ急に。そしたらどうなるかっていうと、1歳4ヶ月ぐらいまでのお子さんっていうのは気にせずベタベタベタ触り続ける。で一方で1歳半ぐらいのお子さんたちになると、約半分以上のお子さんたちがその帰ってきた大人の方を見てやばいっていうリアクションをするんだそうなんですね。ということから、まあ大体1歳半ぐらいを目安にこれはいけないとか、これは触ったらダメだよっていうようなルールみたいなものは教えていくと理解ができるよねっていう。だから今マナさんのお話を伺っててすごく素敵だなと思ったのが、触ったらいけないものっていうのをそもそもそこに置かずに別のところに置いてらっしゃるって言ってたんじゃないですか。それって親子ともに
とってもいいことで、触ったらいけないものをそこに置いといても、まあ、そもそもそれは触ったらいけないっていくら叱っても伝わってないというか、理解がちゃんとできてないわけですから、繰り返し触ることになって、お子さんも毎回怒られて嫌だし、大人側も毎回怒んなきゃいけないから嫌だと。だからまあ1歳半とか1歳、まあ、5ヶ月4ヶ月ぐらいまではダメなことっていうのは、そもそもそれが起こらない環境設定っていうのが保育園でも大事にされていますし、それ以降はお口で説明してある程度分かってもらえるようにしていくっていうのが目安かなと思います。へー、いやもう聞きたいことは500万ぐらいあるんですけどでももうね、時間の関係もありますので、まずベビー編、私からの質問はここまでということで、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。次はキッズ編で、はい、じゃあまず動画1本目は、ありがとうございました。次もお楽しみに。保育園に行きたくないって結構言う時があるんですよ。理由のところとかが大事かなって思うんですけど、はい、ああ。